こんにちは、マッツンツン TV です。今日はですね、2022年の11月19日土曜日となります。はい、私は同日と2連休となります。はい、このようにどうでしょうか。フリップダウンモニターいい感じでつきましたね。はい、私はですね、今日はですね、2ヶ月に一度の、糖尿病の検診に行ってきますね。はい、このようにですね、糖尿病の手帳を持ってって、またこちらの方に書いてもらいます。はい。でですね、私、先月でしたっけ、人間ドックを受けたんですが、まあ、病院の方に、まあ、糖尿病って言ってなかったのかわからないんですが、まあ、精密検査って言われたんで、まあ、今行く内科の方にそちらの資料を渡して見てもらおうと思います。はい。それでは今から内科の方に行って、注射をしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、こちらですね、高岡の街並みの方にありますね。はい、このように左側が高岡の駅ですね。で、右側が、路面電車の電車道といったり、こちらの高いビルは満天ホテルとありますね。はい、こちら高校と一緒になってるんですよね。現在の時刻はですね、8時40分となります。私、病院の方は9時に予約してありますね。はい、こんな感じで、駅前は電車通りとなっておりますね。人は全然いないですね。やっぱり時間なのか。私も小さい時はよくここで遊んだもんですよ。こちらですね、本屋もあれば、おもちゃ屋もあれば、いろんなのがあったんですが、今新高岡駅の方にイオンができてからこっちの方は寂れてしまって、人がいなくなりましたね。寂しいもんですよ。また、昔みたいに人通りが多くなってほしいですね。はい、それでは内科の方はありました。こちら今から説明したいと思います。それでは見てみましょう。はい、まずこちらですね、11月19日ですね。体重が 68.4kg ということで、これはあれですね、毎回体重増えてきてますね。やはりちゃんと歩かないといけないですね。はい、でですね、 HbA1c が6.2 ということで 0.1 下がりましたね。よかったですね。はい、それでは次に行ってみましょう。はい、こちらは腎臓の検査ということで、腎臓は特に数値的には、問題ないということですね。はい、次にこちらですね、総コレステロールがまあ基準内ですね。で、このいつもですね、HDL コレステロールというのがやっぱり低いですよね。こちらはやはり運動をしないとダメみたいですね。はい、中性脂肪もまあ普通って感じですね。はい、そしてこちらがですね、今日の血液検査の結果です。はい、朝食後50分後、こちらですね。70から109に対して180に結構上がってますね。HbA1c は 6.2 ということで、まあ範囲内。私、糖尿病ですが、まあ低い方なんでしょうかね。まあ尿検査は普通ですね。マイナスって書いてありますね。はい。なんかいろいろな数字が書いてありますね。よくわからないですね。これは何でしょうか。白血球とかもまあ、基準内って書いてますね。この矢印上っていうのはやっぱ気になりますね。特に何も言われなかったんですが、こちらですね、リンパ球っていうのは 1.5 から5って書いてあるんですけど、21ってなんか結構異常な数値なんじゃないでしょうかね。いや、でも先生は特に何も言ってなかったんで、問題ないんでしょうかね。はい、こんな感じですね。はい、そしてですね、私がですね、前から気になってた咳なんですけど、なんかカメラ飲んでから調子悪くなったような気もしたんですが、今日内科の先生に聞くとこれですよ。このなんとかヘルニア、食道のヘルニアと、あとこっちですね、食道の逆流性食道炎が軽度っていうことで、これが関係して咳が出るみたいですね。はい。
なので今日先生から胃薬をもらいましたね。はい、そこまで長いこと飲まなくていいらしいですね。はい、こんな感じですね。はい、というわけですね、今日はですね、2ヶ月に一度の内科に行って、糖尿病の検査をして血液の検査を見るという動画でした。はい、次はまた2ヶ月後となりますね。はい、その前にもしかして水を汲みに行くかもしれないですね。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。まっつんつん TV でした。